ははいこんにちは田中美です私ですねフリーランスで構成作家ライターリサーチャー翻訳家などをやらせていただいてるんですけれどもこのチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか私が普段生活していて思ったことなどをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども今回のトピックはアメリカ大統領選が始まったということについて私の見解というか えー、大統領選の仕組みってそもそもどうなっているのっていう方に向けて、えー、分かる範囲で、えー、解説させていただければなと思っているんですけれども11月の6日11、えー、5日、えー、ア,メリカの方アメリカ合衆国の方で、えー、大統領選が始まりましてカマラ・ハリス候補民主党のカマラ・カリ・ハリス候補と、えー、共和党のドナルド・トランプ 候補のほぼ一騎打ちという形で大統領選挙が始まってるんですけれどもで今アメリカの国民の皆様が投票所に向かっていて直接投票される方郵便で投票される方などなどそれぞれいらっしゃると思うんですけどで前回はその直接投票ではトランプさんが共和党候補のトランプさんが 民主党候補のバイデンさんに勝ってたんですけども、郵便選挙の方ですごい逆転が起きて、バイデンさんが大統領になったということで、今、再選を目指されてたんですけれども、ちょっと年齢の問題があって、カマラ・ハリス候補に入れ替わったということで、カマラ・ハリス候補が民主党の候補になって、共和党のドラルド・トランプ前大統領と争っているというのが、まずその今回の簡単な状況の一つと思うんですけれども、 この選挙について、あの、アメリカ合衆国の大統領選挙について皆さん知らない方いらっしゃると思うんで、まあ、ちょっとあの記事を、えー、ちょっと読み上げるだけになってしまう動画になってしまうかもしれませんが、解説させていただきますと、まあ、アメリカ合衆国ってあのちょ、あの、国民があの投票しに行くんですけれども、どちらがいいか、ハリスさんがいいか、トラウド・トランプさんがいいかってことで投票しに行くんですけど、あのー、実はその、彼らがのえ票、 国民が選んだ票がそのまま選挙に反映されるというとちょっと違うんですよ。えー、日本の衆議院とか参議院選挙だったら、あのー、我々が選んだ票がそのまま候補に入って、で、その多さで決まるじゃないですか。だけど、アメリカ合衆国の選挙は、あの、州によって選挙人が割り当てられてるんですね。で、その共和党の選挙人、えー、共和党の候補にいる選挙人、民主党の候補にいる選挙人、 えそれをあの投票によってそあのどっちの投票選挙人を獲得できるかが投票によって決まるんですよ。えー、その州に住んでいる。例えばだあの、えー、例えばそのカリフォルニア州だったら、あのーね、カリフォルニア州に住んでる人がトランプさんがいいもしくはハリさんがいいって投票して で、その中の割り当てられている選挙人の数によって、カリフォルニア州では、例えば50人割り当てられてます。だったら、その、えー、ハリスさんに入れた人が多い方か、トランプさんに入れた人が多いかで、その50人を一挙確認、獲得できるんです、その選挙人を。で、その選ばれた選挙人は、その州によって、えー、認定された選挙人、えー、州によって認定された候補にしか原則入れてはならないんですね。で例えばその50人、カリフォルニア州の50人が、その、 心の中では、あの、トランプさんがいいと思ってたとしても、例えば、でもその選挙、その州で勝ったのはハリスさんだから、ハリスさんに入れるという形になってくるんですよ。で、この選挙人が、あの、州によってな数が違うんで、それを何人取れるかが、あの、問題になってくるんですね。それを半数獲得しなければ、えー、次期の大、次期大統領にはなれないという仕組みになっているんです。 えー、確か、えー、ちょっと記事を読みさせて書きさせていただきますと、あのー、カリフォルニア州が、えー、選挙人の方が54人いて、えー、まあ一番州、少ない州だとアラ、ワイオミング、アラスカ、ノースダコタ州、ワシントンには3人しかいないんですね。で、その、何人か獲得できるかが、えー、決まってくるんですね。で、例えば、だただ、その、 割り当たられてる選挙人というか、もうその州によって、どっちが、共和党のが支配しているか、民主党が支配しているかって、その州によってもうほとんど選挙する前からほぼ決まっちゃってるんですよ。やっぱカリフォルニア州とかニューヨーク州だったら、もう元々民主党が支配的勢力なので、もうどこで、まあ選挙結果はもうほぼ民主党が勝つんですね。 そこ、そこに共和党の支持者がいたとしても。ただ、問題、それ、で、それで、その、ま、同様に、共和党の方も、それぞれの、え、試合集があるので、例えばフロリダ州であるとか、テキサスであるとかは、あの、共和党が強い地域なので、もう、そこは別に選挙前からほぼ、結果は決まってるんですよ。え、選挙人はもう、あの、ドナルド・トランプさんに入れるってことになってるんですね。今回の候補がドラド・トランプさんなんで、共和党なんで。 で、あの、カリフォルニア州、ニューヨーク州はもう、ハリスさんにもほぼ入れるっていうのがもう、もう選挙前からほぼ決まってるんですけど、問題になってくる州があって、あの、7州あるんですね。あの激戦州って言われていて、ネバダ州、アリゾナ州、ウィスコンシン州、ジョージア州、ペンシルバニア州、ノースカロナイナ州、ミシガン州。ここはもう、ほぼ民主党の勢力とええ共和党の勢力が拮抗しちゃってるんで、あの、本当に、どっちが勝つかわからないんです。で、 えー、ここの選挙人を何人獲得できるかであの次期大統領が決まってくるんですよ。あの次期大統領になるには270人以上獲得しなければいけないんですね。つまり270人以上取れたら過半数ってことで獲得できるんですけれども過半数ということでそのアメリカ大統領になれるんですけれどもその激戦州の結果によってどっちが過半数になるかが全然わからないんで。 なのでそのネバダ州、アリゾナ州、ウィスコンシン州、ジョージア州、ノースカロライナ、ペンシルバニア、ミシガンの7州の結果が本当にほぼここで決まるような感じなんで、ここであの、ハリスさんの支持者が多いか、トランプさんの支持者が多いかで選挙人がどっちに投票するかっていうのが決まるっていうような形になってくるんで、まあ,あの選挙人を、まあ2人を選ぶ、実質2人のうちからどちらかを選ぶなんですけれども、実際には選挙人を選ぶっていうような形に なっているのがアメリカ合衆国の大統領選挙の、まあえー、直接投票なんですけれども間接投票っぽいことになっているっていうのが、えー、特徴的だと思っております。で、あのー、ちょっとこれ問題点があってあの選国民から支持を受けた一番支持を受けた候補が、えー、当,当選するわけじゃないんですよ。2016年だったら ヒラリー・クリントンさんとドナルド・トランプさんの方で、えーえー、まあ、記憶に新しいんですけれども、えー、対決になったと思うんですけれども、全国的にはヒラリーさんの方が300万票、えー、多いんですね。つまり、アメリカ合衆国のマジョリティはヒラリーさんの方を支持していたと。ただ、選挙人の獲得者の数のう獲,獲得者の数はトランプさんの方が多かったんで、トランプさんが大統領になったと。過半数を獲得したと、選挙人の。で、そういうような形があって、 あの結構あのアメリカ国内荒れたと思うんですよね。なんかノー・トランプって言ってたりとかいう人がいたりとか、え逆にトランプがさんが勝って、えすごい喜んでた人もいたりとか、でそれでかなり分断が進んだと思うんですけれども、ちょっとえ問題点もはらんでいるっていう部分ではあるんです。で、もう一つ問題点があるのが郵便選挙っていう形で、あの直接選挙じゃないから、これ本当に自分が書いたのかっていうような、 例えばその家族内で郵便選挙って別に誰が見てるわけでもないのでそのポストに投函するわけじゃないですかポストに投函するわけ郵便局に行って投票するわけじゃないですかなので例えばその家族があのいやうちは、えー、誰々に投票するからって言ってもう家族のメンバーは他の家族のメンバーは本当はこっちがいいと思ってるのに父親の意向でこっちになっちゃった母親の意向でこっちになっちゃったみたいなことが起きたりもすると思うんでそれはゼロではないかなと思ってはいるんで あの郵便選挙っていうところで、まあ、前回もその開票がすごい遅れたりとかって結構問題になりましたよねでまあどっちが、えー、いいかとかは置いておいてあのアメリカ合衆国の選挙って、まあ、ネット選挙になっているのかどうかちょっとわからないですけれども、まあ、そういう面では結構あの日本の衆議院とか参議院のように党開票がすぐ迅速に行われて1日で結果が決まるってわけじゃないから。 そういう意味では、その日本の選挙より遅れている部分って結構あったりはすると思うんですよ。なんか結果も郵便投票だとせ、もう不明確なんで、ちょっとそれがあれですよね。えー、問題点ではあるんですけれども、だからその2020年、かなりあの、えー、問題になったんですよね。あのトランプさんがえ怒って、議会に突入する、突入しようみたいな、先導をしたみたいに言われてるじゃないですか。ああいうような事態が起きたり、 なんか、えー、彼が焦って、えーえー、勝利宣言をしようとしたところ郵便選挙で逆転されてみたいな、えー、それでもういろいろごたごたが起きてたんですよね。なのでちょっと個人的に郵便選挙ってどうなんだろうなっていうふうに思ってはいてこれも日本の選挙にも言えることなんですけれどももっとやりやすいようにあの投票所に足を運んで、えー 選挙するっていうよりかは、その、投票するっていうよりかは、まあ、ネットとかでも、えー、活用できるようになった方がいいんじゃないかなって、えー、僕自身は思っています。だからといって、それで不正がなくなるとか、あのー、自分と、投票したい人じゃない人に投票してしまうっていうようなことが起きないわけではないと思うんですけれども、まあ、一つ、その、開票を迅速にするっていうやり方を取りたいんだったら、まあ、 そういうやり方って一つあるんじゃないかなと思ってはいますよね。だから例えば身分証とか ID とかもより活用していって、例えば本人の指紋がないと投票できないとか、だそれでも分かっちゃうと思うんですけれども、ウェブカメラ必須とか、なんかそういうのも、そういうのも採用して自分で投、本当に本人が投票したっていうような仕組みになっていかないといけないんじゃないかなと思うし、ウェブ選挙やるんだとしたら。 まあいずれそうなっていくんじゃないかなと思ってはいるんですけれどもウェブで投票できる仕組みっていうのができてくるとは思うんですけれどもまあり、えー、かしそこがアメリカ大統領選の問題点ではあるかなと、えー、私自身は、えー、思っては、えー、いますねでどっちが勝つかっていうことはわくし私はもう別にあの全然本当に今回専門家でも意見が分かれてるところでもう誰も分からないということなんですけれども僕自身がなので僕自身が全然 えー、分かってるわけではもちろんないですし、えー、どっちが勝ってほしいとかっていうのもあんまり個人的には本当に正直な気持ちでないんですけれどもまあ僕自身はまあ、えー、トランプさんが勝ったとしたらもしかしたらその円高の方に誘導されていくんじゃないかなと思っていて彼がその円安あドル安にしたいって言ってるんで結構ビジネスマンなんでそのドルが高い状況の。 えがいかに不利なのかっていうのは、多分彼はよく分かっていると思うから、ドリアスの方に方に誘導していったりで、ウクライナ戦争とかにも終止を打とうとしたりしているんで、あとはあのパレスチナ問題ですよね、そこに関してはどう出てくるか全然わからないんですけれども、とりあえず、ヨシア・ウクライナ関係とウクライナ戦争に関することで、為替の方はあはかなり変動があるかもしれないですね。ドルダカン、えーえー 円,安の方な円高の方になってくるんで、もしかしたらその FX とかやってる人、ちょっと,僕はょっとよく分かんないんですけれども、もしかしたらその大きな影響あるかもしれないですし、僕自身はあの投資をやってるので、えー、言うてもその個別株とかじゃなくて、えー、あのインデックス投資なんですけれども。 ま、そういった面を考えてどっちがいいかなっていうのは全然あると思います。あの、ハリスさんが勝ったら、あの、基本的にはバイデンさんと同じような感じでやっていかれると思うんで、移民に関してもやや寛容になってて、トランプさんは逆に締め付けていくんですけれども、そういうような形で、え、いろいろと世界情勢に変化が生まれるかなっていうことになってくると思います。日本も、えー、ま、それなりの影響は受けると思うんで、今回の4年間で、あの、まあ、ウクライナ戦争が始まったりとか、 えーまあ、アメリカ国内の利上げとかで、かなりその影響を受けた方々っていらっしゃると思うし、もう物価とかすごい上がりましたよね。日本もやっぱりアメリカ次第で、えー、かなり影響を受けるんで、というアメリカの同盟国の、えー、最大の国と言ってもいいぐらいなんで、日本は。なのでもうほと、ほぼそのアメリカがどう動くかで日本もかなり左右されてくると思うから。 日本人としては結構このアメリカ合衆国大統領選挙っていうのは注目せざるを得ない事象だと思うんでまあ命運を握られてるっていうような意味で捉えてもいいと思います個人の個人というか我々日本のなのでちょっと私たちも注目して見ていくっていうような姿勢をとってもいいんじゃないかなと思っています。 この動画をご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良いと思われた方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。アメリカ合衆国大統領選挙、日本人としてはちょっとエンターテインメント要素強いと思うんですけれども、楽しみながら見ていきましょう。それでは。